コンクリートに亀裂が入り盛り上がっているように見える道路陥没している箇所も見られます豊橋によりますと今朝早く豊橋市大岩町の市道で道路地下の農業用の用水管から出た水が路上に溢れ一時冠水しました水道は断水しておらず付近住民への影響はないということです基地ちょっと水でしたけども、ね、もう本当に洪水この地下三本水道管が通ってるらしくて このの影響でで周辺道路では一部通行止めの箇所も出ています現在市の上下水道局の職員らが水が出た箇所の特定を急ぐとともに原因を詳しく調べています